どうも、小瀬です。今日はこのマニキュアを使っていきます。プラネットネイルから発売されているマグネットネイル。マニキュアだけど磁石で動く成分が入ってます。磁石で反応させて模様を作ることができるマニキュアはキャンドゥからも発売されています。この動画で作ったことがあるんですけど、このプラネットネイルのマニキュアはもっと繊細な感じのアートができそうなので買ってみました。カラーの展開はメルティーピンク、シークレットパープル、インフィニティブルー、トワイライトゴールド、この4色です。インフィニティブルー、これを買いました。ブルーというよりグリーンな感じに光ってます。でも光の当たり方や角度によっては全然違う色に見えるんです。すっごい不思議なマニキュア。磁石を近づけるとほーら、こんな風にちゃんと反応します。面白い。側面の方がよく見えるかなと思ってこうやっていじってたら、こんな赤紫みたいな色も見えます。使いこなせるかドキドキなんですけども、やってみます。ではスタート。急に地味な絵になった。エタノールで水分油分を拭き取ります。ベースコートは OPI のネイルエンビー。もう残り少なくてボトルがえらいことになっております。昔マニキュアを塗っていた時、ベースコートを塗らずに塗っていたんですけど、やっぱりベースコートあった方が断然持ちがいいです。おすすめ。ネイルエンビーすぐ乾きます。乾いたらこのパラドゥミニネイル、こんな色なんですけど BL の14、これを2回塗っていきます。色は濃いんだけれども透け感があるので、こんな風にちょっとムラになっちゃうんですよね。深緑に近いブルー、綺麗だけどムラムラ。他の指にも1回塗りました。5本目の爪を塗った頃には一番最初に塗った親指結構乾いてます。なので2回目塗ります。1回目塗った後あんなムラムラこうでちょっと大丈夫かなと思ったんだけども、2回塗ったらね、全然ほらカモフラージュ OK。 5本塗り終えて大体乾いたらこれ塗りますよ。プラネットネイルのマグネットネイル、インフィニティブルー。爪先に向かってだんだん濃くなるようにグラデーションにしようと思います。なので生え際4ミリぐらいから塗ってみました。ここからがスピード勝負。良くも悪くもこのマニキュア速乾性なので、ささっと操作します。20秒くらい磁石を止めてってどっかで見たんですけど、めっちゃ動かしました。こんな感じになりました。めっちゃグリーンに見えるね。でもう遅いだろうと分かっていながらも、追加で磁石をこうやって操作してみたんだけれども、何も変わってないと思う。多分その点ジェルネイルだったらいくらでもやり直しが効くので、悔しいところだね。はい、これで乾かします。でも結構乾いてるけど。小指と薬指にもやってみました。すごい綺麗、なんか不思議な光り方する。おー、中指は生え際を濃くグラデーションしてみようと思います。生え際に結構たっぷり塗って、爪の先に行くほど薄く、そして磁石。あー、でも落ち着きのないリスのように細かく動かしてしまう私。生え際へ誘導するように誘導するようにやってるんだけれども、どうかな。まだかすかに粒子は動いてるのかな。くれぐれも磁石がマニキュアにつかないように、でもスレスレを狙ってやっております。どう、これ生え際の方が濃くなった。はい、では親指にもう一度マグネットネイルを塗ってみようと思います。途中から塗って磁石、ギョギョ、段差できた。そうか、マグネットネイルの場合はこんな風に段違いで刺しちゃいけないのか。もう何やっても粒子が動かないのでスタンプでごまかします。他の指は段差をつけないで1回目塗ったところと同じところから始めてみました。はい、磁石、急げ急げ。宇宙っぽいね。親指にスタンプしよ。カズのスタンプ用のマニキュアです。プレートはキャンドゥのプラスチックカードで1回こすって素早くスタンパーに転写。
親指の表面まだもちもちしてるのでスタンプうまくできると思います。えぐれてた。後で直します。はい、スタンプするよ。ポチッ。ちょっと斜めになったよ。今度はダイソーのプレート、プラスチックカードでシャッとこすってセリアのスタンパーに転写。星を2つ3つこの辺に。はい、あと右上の方にも。この後えぐれたところを除光液で直しました。同じダイソーのプレートを使って今度は薬指にスタンプします。いらない模様をマスキングテープでお掃除。こういう時にまだ生乾きのマニキュアにガッて当たったりするよね。ちょっとバランスがあれなので後でパーツをつけます。パラドゥのジェルトップコート、ジェルって名前ついてるけどジェルじゃありません。もうアートが終わっちゃった人差し指に塗っています。マグネットネイルがこのトップコートのせいでちょっと溶けるので追い磁石をしてあげた方が良いそうです。マニキュアが溶けると粒子も緩むらしい。見て、親指のあのえぐれたとこ治ったよ。シーンのホイールグルー使います。ジェルじゃなくて乾燥させるやつ。これを塗るとトップコート塗った時にスタンプした柄が引きずられません。ちょっとパーツを乗っけよう。自作のピッカーでパーツをピックアップして、ここ3つもちっちゃい星いらんやろということで1つ隠しました。もう1つはこの辺につけときましょうか。はい、パラドゥのジェルトップコート塗ります。これだけだとちょっとプルルン感が足りないので、完全に乾いた後に仕上げにセシェを塗ります。そして出来上がりがこれ。これは昭和のアイスクリーム、宝石箱の緑のやつや。あと、半妙っていう虫を思い出したな。虫が嫌いな人ごめんね。画面ではこんなに緑なんだけれども、ある角度によってはね、こんな風に紫色に見えることもあります。面白い。気がついたら指をうねんうねんさしてニヤニヤしている今日この頃。いやー、マグネットネイル面白いな。ジェルじゃなくてマニキュアなのでいろいろ工夫が必要だけども、結構これは面白いネイルができました。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ではドロンします。